をぶっ飛ばすのは俺だからな。邪魔すんなよギザを。え、こら、人の話聞いてねえのかバカザル。カイドウを倒すのは俺だ。どこだカイドウ。俺の負けっぱなしじゃいられねえ。それより周りの敵を片付けるのが先だろう。まともに進めねえ。あとカイドウをぶっ飛ばすのはこの俺だ。あとはこいつらを倒すだけか。やるぞ麦わら。仕上がったら承知しねえぞ。行くぞ。やれるもんなら止めてみろ。出てこい麦わら。この島にいるのは分かってるんだ。
進むぞ。死にしやがって、お前の首取らなきゃ落とし前がつかねえ。そうなったらお前もここでぶっ飛ばす。誰だろうと、もう逃げねえ。この野郎、ロゴーガントジェット、最悪の世代。生意気なガキどもが俺に立てつくんだね。四皇がどうした。てめえらを倒す覚悟で俺は海に出たんだ。話にならねえ。最悪の世代だと笑わせるんじゃねえ。お前らがやってんのはただの海賊ごっこだ。貴様、カイドウ、組んだくらい俺の首が取れるとでも思ったのかい。お前らみてえなガキが海賊王になるなと図に乗るな麦わら。俺の下につく気がねえならもういい。二人仲よ、死ねえ。かつてこの世の全てを手に入れた男、ゴールドロジャー。彼の死に際に放った一言は、人々を海に駆り立てたという。グランドラインの果てにあるというワンピース、その宝を狙い世界中の海賊が海へと乗り出した。人々はロマンを追い求める。世はまさに大海賊時代。なんかが海賊になれるか。なる。
俺はいつかこの一味にも負けない仲間を集めて世界一の財宝を見つけて海賊王になってやる。おお、俺たちを超えるのか。じゃあこの帽子をお前に預ける。俺の大切な帽子だ。いつかきっと返しに来い。立派な海賊になってな。怒りを上げろ。大晴れ、出発だ。そして少年の冒険は10年後のこの場所から始まる。10年後。いやー、今日は船出日和だな。まずは仲間集めだ。10人は欲しいな。よっしゃ、行くぞ。海賊王に俺はな。